ハーベイ・ファイアストーン・ハーベイ・サミュエル・ファイアストーンはアメリカ合衆国の起業家、ファイアストン・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニーを創立した。20世紀前半にアメリカを世界の工場へと導いた起業家のうちの一人。ファイアストーン家はアルザスに起源を持つドイツ系移民の家系であり、元の姓はホイヤー・シュタイン。ファイアストーンはオハイオ州の小さな町コロンビアナに、 ドイツ系アメリカ人として生まれた。彼は馬車会社で働いた後、1890年に会社を設立し馬車用のゴムタイヤを製造し始めた。1904年にファイアストーンはヘンリー・フォードの自動車用のタイヤ製造を行った。1900年にはファイアストーンタイヤラバーカンパニーを創立し、同社は世界最大の会社の一つとなる。 ファイアストーンはタイヤ製造とともにゴムの木からゴムを安定供給することに関わった。同社は一時期リベリアに4000平方キロメートルに及ぶゴムへを保有した。ファイアストーン、フォード及びトーマス・エジソンは当時、アメリカ産業界におけるリーダーとみなされ、彼らはしばしば共に働き、また共に休暇を取った。エジソンは1969年、 ファイアストーンは1974年にそれぞれ自動車電動入りをしている。ありがとうございます。